ほい、続きいきましょう。で、絶対ボス戦だと。だから、ここはもう、一番有利な武器でいかないとダメですよね。なので、ちょっと見ましょう、ちゃんと。ジャムが一番得意。まあ、チャクラムでいいっすね。チャクラムにしましょう。ジャムはチャクラムだと。離れて攻撃。で、テッシーはもちろん剣かな。まあまあまあ、剣でいきますよと。で、7が、まあ、ランスでいいのかな。このまま、ランスでいいでしょう。今、ランスですよね。よし、ランスだと。斧はね、斧、まあ悪くはないんだけどね。ランスが強い。とにかく。で、テッシーが、まあ、剣でいきましょうね、このままね。うん。パワー、なんか攻撃力下がるんですよね。あ、違うわ、これ、7だよ。こう、ちょ、待て。いまだに操作、41強いっすね。スピアもね、やっぱ捨てがたいんですけどね。バトルアックス、まあ。これでいきましょう。大丈夫ね。よし、行こう。おい。てめえ何やってる？タナトスだな。タナトスなぜわかる？クックック。いかにも。お前らのことは知っているぞ。本当に？結構ツイートしてるからね。あのエリニースが負けるとはただものではなさそうだ。エリニース。魔女か。パメラや。ディラックを返しなさい。王国の人たちを元に戻して。ははは、ずいぶん威勢のいいお嬢ちゃんだ。パメラというのはこの娘かね。そうです。悪いな、すでに性器を抜かせてもらったよ。その娘はもう私の忠実なしもべさ。なんてことを。吸い取った人々の性器、正気ですかね。正気、正気かな。正気、正気。まあいいや。この祭壇の下に封じてある。祭壇の下、なるほど。ふっ、おとなしく帝国に降伏してしまえばいいものを。共和国と共に立てつきおって。ちょっと怒ってるじゃん。まあ、それも時間の問題だ。やがて来るマナの要塞の復活によって、世界は統一される。正気を抜かれ、気力を失えば、誰も我々に歯向かうことはできまい。こいつのようにな、ディラックか。ディラックのことか。ディラック。あのエリニウスが手を焼いただけあって、私でさえなかなか苦労したよ。ほうほう。この男、ひょっとすると。何？ふふふ、こいつに興味が湧いてきたよ。何？誰なんすか、ディラックさん。お前らもなかなか面白そうだ。早速席を抜け、あら、始まって、落とされる。一回落とされるんですかこれ。そういうタイプですか。シーンっていう。あれ、ああ、なんかボタン押したら動いたわ。危ない針、危ない。ははは、その部屋で席を吸い取ってやる。ジタバタせずにおとなしくしていろ。もうじった、わあ、ボス戦。さあ、来るで、これ。動いて、来るよ。おっつ、ヒールウォーター。なんだ、てめえ。顔のやつ、クロノトリガーの最後の方に出てきたやつに似ている。スポイト？え？ちょっとダメージ食らったね。まあ、HP 管理気をつけた方がいいよねっていうのはちょっと思ったんで、フラッシュビーム。こいつか！くっそ、攻撃カウンター。あれ、でもここ攻撃、みんなここ攻撃してる。いや、ちょっとよくわかんねえぞこれ。ちょっと敵をわかるように。もうどうせ魔法だから。あれ、バカな、使えない、攻撃受けてるからってこと。え、なに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 、なんか復活みたいになってるよ。
キールウォーター、ちょっと待て待て待て、またよくわからないノームが使え、あ、使えるわ。多分これでダイヤミサイルで、なになになに、ガーダーズアイ、ガーダーズアイとルームガーダー、ガーダーってどういう意味だ。ダイヤミサイルだと HP はあんまり、よし入った。スポイティングやった瞬間、よし入った。勇者竜王拳77、強い。スポイトだるいっすね。リバイブ、あーってことは、なるほど、生き返しかお前。重い睨み、右か左が多分復活させてんだよなこれな。当たってない、ちょっと待て。いや、ちょっとこれ本気じゃないけど、本気もクソもないけど、ちょっと気をつけないと危ないね。あと2回使えると、どっちかが復活させてる気がするね。おーし、当たった。あ、閉じてるときはダメだと、もちろん。誰がヒールウォーター使う、あ、でもこれ閉じたぞこいつ。あ、リバイ、ってことは真ん中か。わかったわかった、オッケーオッケーオッケー。フラッシュビーム、この瞬間、あれ、このボス当たり判定きついっすねこれ。いやでもリバイブそんなに、そんなだぞ。閉じちゃって死んじゃって、え、どういうこと、え、勝った。ああ、ちょっと待て、多分ノームを使うんですよ。ノームで、あれ、クイックとストーンセイバーがなぜ使えない、なぜ使えない、ボス戦だからか。プロテクト、プロテクトよくわかんねえけど、ちょっと使おう使おう。やばいやばい、ちょっとやっばい、ため、いや、ため、ため、ためてるの正解なのこれ。いや、違うな、違うな、違う、違う、撃て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 。ちょ、やばい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 。待て、待て、待て、落ち着け、落ち着け。あ、ちげえわ。MP がもうねえんだ。そんだけ混乱してる、やばい。アースクエイク。ちょ、待て。やっべ。ちょ、待て。俺、やばいって。ちょっと。え、俺、勇者竜王拳、よし、71、これ7だろ。え、嘘でしょ、え、これイベント戦違う。よっしゃ、危ねえ、怖え。いやー、まあ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 、幕末の狂乱怒涛の戦場をね、まあ生き抜いてきたわけですから、ギリギリなんとか、ギリギリなんとか。よかった。ちょっと怖かった。やったー。みんなびっちりくっついてる。ビタビタにくっついてるっていう。怖かったー。おい、もう穴ねえだろ。ほうほう、なるほど。聖剣の勇者だったのか。これは面白い。タナトスか、こいつが黒幕ってことね。しかし、この程度で聖剣の勇者とは。ふふふ、聖剣の神話もたかが知れたな。ま、今回は私の負けということにしてやろう。だが、こいつらはもらっていくぞ。待ちなさい。おー、早い。ディラック、パメラ。いや、ディラックはともかく、なんでパメラも。普通の人なのに。おーって終わっ、おつ、どうもす。私は一体何をしていたんだ。すまぬが、塩に報告してくれ。いや、自分で行けよ。自分で行けよ、お前。ここは一体どこだ?多分この人たちの中に情報がなんかある。あ、ジェマいたし。参ったわね。早く帰って洗濯しなくちゃ。
そういえば感じないのか、ここ。ジェマー。弟子が、隙を突かれてしまったすまん。何してんの？何してんの？タナトスは、帝国皇帝直属の四天王の一人。奴が直に来るとは。しかし、なぜこんな手の込んだことをするのだろうか。いつもの帝国のやり方とは違うようだ。はあはあはあ。帝国の狙い、あ、漢字あるよな。狙い、帝国の狙いは、マナ神殿の趣旨の封印を解くことにあるはず。タナトスの狙いは一体。だが、奴がいたということは、本体がこの地方へ到着するのも時間の問題だろう。何か胸騒ぎがする。ルカ様の元へ戻りなさい。私は地底神殿を見てこよう。地底神殿、ノームのとこ。あ、これは、あー、まあ入り口までは。あ、曲が。あー、いいね、村の曲になる。あ、イベントクリアするとこんな感じになると。明るくなったね。いいね。どうもありがとうございましたと。MP は回復してない。回復してない。あーよかった。ボス戦だからなんか使えないとか、ちょっと本当に混乱してたね。MP が足りねえんだ、ボケと。止まりましょう。よ、ほら、5000溜まってるよ、もう。あーでもボス倒したからかな。そういうことかな。結局魔法のくるみって使った？微妙だよね。使ってないか。まん丸ドロップは使ったと。よしよしよし、いいじゃない。まん丸ドロップが、あ、でもこれ防具とかさ買えるでしょ。ここちょっと買っていこうよ。絶対いいの売ってるパターンだからこれ。まん丸ドロップ買うと。わ、なんか右に紫のやつあるよ、これ。コブラの腕は、これ3つ買おうぜ。みんな装備できると。わ、ピンクの真珠みたいのも、あれかチャイナドレスか。コブラの腕はだけ、コブラの腕はだけか。なるほど、わかりました。まあまあまあ、でもそんだけ強いってことっすよ。まあまあ結構上がると思いますよ。見ててください。もう一個今、いいですか。4ですよ。6 まあそんなもんかしゃあないか、しゃあないか。値段はそうだよね。言われてみれば。そんな大層なもんじゃないよ。よし、行こう。で、ルサールカ様んとこに行ってくれと。王様にもなんか報告してくれ、みたいな感じだったんで、王様先行きますか。うるさいわね。私はもともと無口なのよ。いや、別に何も言ってないよ。無口でも全然いいと思うよ。むしろいいわ。パンドーラのお城です。ああ、でもどうだろう。喋ってくれる方がいいかな。ああ、でもちょうどいいのが一番いいかな。ちょうどいいのが。王様でいいのかな。そうっすね。ここの城の中の人たちは、基本的には守られているから大丈夫。守られてた？もうなんかどうやって聖域抜いたんでしょうね。上からなんか、光みたいのを当てたみたいな、そういうことなのかな。で、ただ城の中にいた人はその光に当たんなかったから大丈夫みたいな。でかしたぞ、弟子。国中に再び明るさが戻ってきおった。やはりジェマの言う聖剣の勇者というのは本当のことであったか。ならば言い伝え通り我が国の宝を授けねば。そこの階段から降りていけ。聖剣の勇者によって救われるであろう世界のためじゃ。すべて持っていくがよい。おっしゃ。お、消えた。兵士消えた。持っていけって命令でしたからね。6個あるね。
王様？いや王様？ちょっと待って待って、やばくない？それやばいでしょ。まあ、これでレベル、さらにランスが上がると。オッケー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 。よしよしよし。死刑は免れたと。いやいや、ちょっと待て待て待て。これ、まあ死刑の執行猶予付きかなみたいな。そんぐらいかな。いや、50いらなくない？宝箱2つでいいよねっていう。よし、これでまあ OK と。で、水の神殿だと。大砲屋もそろそろいっぱい活用した方がいいのかな、スピード的に。お金も多分敵が強くなると普通の RPG と同じように1匹のモンスターあたりの獲得金額がかなり上がると思うので、この道具屋は何なの？これ道具屋っすよね。あれ？防具屋にまんまるドロップあったよね。聖杯買っとくか。カンフは持ってる。持ってるっていうか、前の、この道具屋、よろしくないね。もうちょっと、やっぱり魔法のくるみをなんか、正規の値段で売ってほしいかな、という。よしよし。魔法を鍛えていかないと。まあ、これ剣今、鉄矢、槍も上がったから大丈夫だと。だから、ジャムが、まだ全部揃ってないはずなんですよね。チャクラムは大丈夫だと。そうか、弓も上がったんか。まあ、バトルアックスからいきますか、ジャム。アックスいきましょう。これみんな接近戦になっちまったな。まあ、いっか。うぃと。うわ、遅いんすよね。ため。だから、こういう時は、ため攻撃は、なしでいかないとダメっすよね。斧。本当にレベル上げしたい時だけの時とかは。なんか、上がってる感、レベルが上がってる感があんまりない。言ったから大丈夫ですよね。よしよしよし。与えるダメージがね、まあ、41、一発で倒せるじゃあ、倒せるんだけど、なんかまだ突出はしてない気がしますよね。タルって何なんだろう。魔法のくるみよりまだマシみたいな。まだ安い。全体回復？わからんな。ちょ、買っときましょうか。次、いつ手に入るかわかんねえからな。よし、OK。大丈夫。壁迫ってくるのちょっと怖かったっすね。目のやつも、結局、リバイブっていうのが何だったんだろう。もしかしたら、自動復活なのかもしれないですね。右と左、目つぶったとか、つぶんないとか、よく分かんなかったですし、いろいろ面白いですね。で、エールサルカ様に会いに行きの、次はどこ行けみたいな。お使いというか多分あるんでしょう。ういっす。回復してくれない。大変じゃ。何者かに水の種子が盗まれてしもうた。ルカ様いたのに。手口から見て帝国の仕業ではないようじゃが。
ウンディーゲの結界が弱まった時に誰かが忍び込んでおったのじゃろう。諸子が悪人の手に渡っては大変なことになる。急いで取り返してきておくれ。え、手がかりとは。ちょっと待て。見えたぞ。ああ違う、誰？ルカ、ルカ様、ルサルカ様。ガイアのへそのさらに奥深いところに種子はある。本当に、うわ、盗まれてるわ。本当ねえわ。本当に奥深いところ、あります？地底神殿、地底神殿は行きましたもんね。だって開いてるわ。なんすかこれ。あ、違うわ、ここが行けなかったって。地底神殿でそもそもノームと戦っ、まあノームの、まあノームいじめてたやつっていうか、まあノームちょっかい出してたやつ倒しただけだよね。あれ、ジェマーが地底神殿今向かっていってくれてるはずっすよね。どうしましょう。ガイアのへそまで大砲屋使ってみますか。でもすぐそこなんですよね。そもそも大砲屋がどこにあるのかわからないという。すぐ下あたりにありそうだけどね。うい、ちょっとダメージ与えたならちょっと倒していきたい。よし、オッケーオッケーオッケー。早い早い、速くなってる。強いよ強いよ、いいよいいよ。オッケー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 。なんかゴン時とかある。食らってすぐとかダメなの。よし、ためがゼロで出しちゃう時があるね。まだ溜まってないので出しちゃうみたいなね。まあ生きてりゃよくあるみたいな。よし、おお外れた。ゴー。ガイ、あれ、ガイアのへそ、あら、大砲屋はどこ、大砲屋はどこ行った。どこ、あれ、ガイアのへそは、あ、こっちか、こっちっすよね。あれあれ、ちょっと待って、わかんないわかんないわかんない。あ、地底神殿のさらに奥深く。あ、でもこっちですよね。合ってる合ってる、これは絶対合ってるはず。うい、ここ3体いるときにうまい感じでダイヤミサイル。よし、オッケー。これグーッと、お、こいつ持ってけねえ持ってけねえ、こいつこいつ持ってけねえんだ。おい、ジャムレベルアップ。オッケーオッケーオッケー。これ人によっても得意武器ありそうだよね。ジャムが人なのかよくわかんないけど。誰、そうか、接近攻撃だからちょっとみんな敵逃しちゃってんのかな。感覚でもう動いてるから。こっちっすよね、ガイアのへそ確か。あれ違った、あ、でもこれ絶対こっちっすよ。ここしか知らんもん、この道しかわしは知らん。ここの上っすよね、ちょうど上を、ところを下に行くと倒れてるときは押せると。よしよしよし。いや、本当にザコだとためいらないっすもんね。あれ、これヨーマか。あ、違うわ、こっち下に行くってことか。あ、そうあ、そう、はいはいはい、オッケーオッケー、わかったわかった。あれあれ、
ちょっと待て。ああ、ガイアの人が、よかったよかった。まだまだまだ上ってことか。妖魔の森かと思ったわ。いやー結構やってもまだなかなかそこそこ迷いますな。今ね上行ったのはね、このナナとジャムがついてこねえかなって思ってわざと上に行ったっていう。もう大砲や見つけるよりこっちの方が早い、確実に行けるっていう理由。奥行けます？とりあえずドワーフのとこ行ってなんか話聞けばいいのかな、村長か誰かに。ジャムさん、ジャムさん、よしよし、オッケーオッケー。ここでダイヤミ、あべやばい、単体にやっちゃった。単体にやる意味、ゴー、それでいいのかな。あでもそうか、ドワーフに鍛えてもらわないとっていうのもあるよな。多分強くできるようになってると思うんで、どうも待ってたよと、ありがとな。あ、これで色がついてるから鍛えられましたと。草薙の剣、やばい、ちょっと日本の剣になってるよ。妖魔の槍、もう妖魔になっちゃって、妖魔退治になってるっていう。鉄の弓矢、すげえ普通。よしよし、これで村長かな。まあ、宿屋泊まりますか、一旦。ちょっと待て待て待て。あ、まあ、いっか、泊まるか。いや、魔法、なんか魔法、回復魔法使ってからの方がいいのかなとか。なんか、ノームセイバーとか、アイスセイバーとか。そういうとこ、あ、でもここは使えないのか、多分。の方がいいのかなってちょっと思って、せこいんですけどね。話聞きましょうか。記憶戻ったよーって。あれでも上の大地に行くとか言ってたけど。村長いねー。え、まだまだ、あれ。ちょ待て待て、あれ。小屋もやってない様子で上にいたりしない。村長どこ行った。上の大地に連れてっておくれよって言って地底に来ちゃってるのよね。なんかいるのかな、大丈夫かな。あ、村長、え、ここにいたわ。あー、ジェマー、びっくりした。あら、え、ちょっと待って、急に引く手、急に引く手、ちょっと待って。嘘でしょ。ちょっと急に、俺ジェマの話聞いてねえよ。ちょ待て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 、どういうことよ。おー、よかった。さすが魔法のロープだぜ。あぶね、なんか急、あそこ下に行けたってことか。びっくりした、急に汗ブワーって出たわ。ここね、ここね、わかった。ちょ、全体像を見てから。おい、ジェマ、てめえ。来たか。種子を盗んだ奴らはこの下だ。奴だ。次は、指定神殿の種子も狙いに来る。指定神殿の王は私が引き受けた。お前たちはそっと下の様子を探ってきてくれ。いいか。決して無茶をするんじゃないぞ。どんな敵か全くわからんのだからな。なるほど。指定神殿っていうのは上、種子なんかあったっけ？ああ、そうか。あのノームを手に入れたところ。よしよし、村長、たまげたよ、こんな大穴が開いちまって、なんだべかーっ
ていうとこで入るともう FF チックな低低もうシドが喜びそうなところになってますけれども、穴なんですかねこれで、さらに行くともうこんな感じになってます。もう精密機械いっぱいありそうな、おっとびっくりした感じですね。落ちている宝箱はおお拾うと。でここに入っていくわけですよね。じゃあちょっとここがまた新たなダンジョンとなりますので、次回なんか飛空艇ですかね。もろ飛空艇だよね、こんなパイプとか動いてるし。はい、飛空艇を探索したいと思います。では次回もよろしくお願いします。テッシーでした。失礼いたします。